迎来到欧西读里的频道，这个频道主要分享日文教学、时事观察和阅读笔记，欢迎订阅并分享。早上三分钟学会十句日语绘画系列，要和大家一起利用早上的时间轻松学会十句日语绘画，有效提高日文绘画能力。接下来就让我们马上开始吧。你住哪里？あなたはどこに住んでいますか？あなたはどこに住んでいますか？您住在哪里？お住まいはどちらですか？お住まいはどちらですか？您府上在哪里？どちらに住んでいらっしゃいますか？どちらに住んでいらっしゃいますか？你一个人住吗？あなたは一人暮らしですか？あなたは一人暮らしですか？你和家人同住吗？あなたは家族と住んでいますか？あなたは家族と住んでいますか？我住在台北市。私は台北市に住んでいます。私は台北市に住んでいます。我和父母同住。私は両親と住んでいます。私は両親と住んでいます。我在台北租高級公寓住。私は台北でマンションを借りて住んでいます。私は台北でマンションを借りて住んでいます。我在离最近的车站坐公车约五分钟的地方住了一间公寓。最寄り駅からバスで約5分のところにあるアパートを借りました。最寄り駅からバスで約5分のところにあるアパートを借りました。我家附近的环境很好。家の周りの環境はとてもいいです。家の周りの環境はとてもいいです。以上就是这集的内容。若您喜欢，欢迎订阅并分享欧西读里的频道。您的支持是我们继续下去的动力。谢谢。